ュシュシャンです。エリナです。今回の企画は Tell me a joke。 来ましたまだみんなのコメントがあって、ちょっと1個目のジョークは、うん、多分日本人は分かる。楽しみ。じゃあ行きますね。ある日はみんちゃんがみーちゃんね、みーちゃん、はい、またみーちゃんが出るんだ、はいはい、ある日はみーちゃんが日本に来て寿司屋さんにいたので、もう会計した時はあ、やばい、お金が足りるかなと思って、でその寿司屋のスタッフさんに聞いたの、これ How much? って言ったら寿司屋さんが Hey! How much? って言ったの。あれ？で、なんかこの A ちゃんは、え、みーちゃん、みーちゃんが違う、これいくら、私あのスタッフさんは、はい、いくら、あまり受けないちょっとあまり受けないの、なんで終わりあー、なるほど。なんかね、こういう話あるかも、日本も、なんかハマチ、本当にあるの、ハマチみたいな、なんかこういうの聞いたことある。あー、もう聞いたんだ、だからか、受けないんだ。じゃあ2個目、はい、これもちょっと日本と関係あるから、おドラえもんのストーリーがあって、はいはいはい、そう、有名ね。ある日は先生がのび太ちゃんに聞いたの、のび太ちゃん、のび太くん、あ、のび太のび太くんに先生が聞いて、うん、数学の問題出したの、はいはい、もし先生が90円を貸したら、またジェイアンに10円を貸したらいくらになるのって言って、のび太くんは0円になるって、先生がもう本当に数学分かってないよね。のび太くんは、いや、先生はジャイアンのこと分かってないから。シーン、え、分かる分かる分かるけど受けない、なんかもう分かっちゃった。あー、そっか、そういうことだそっか、シーン、いやー、もうラスト、はいはい、いけると思う。マッチが、はい、ある日は頭がめっちゃ痒くてもう痒くて痒くて、もう変えたらもう火が出てきた。知らない方が面白いのかもね。あー、そうか、そうか。なんかドラえもんとかさ、そういうなんか知っと、そうそう、知ってくる、馴染みがあるとさ、まあそうだもんね、うん、初めて聞いたのが受けるもんね。そうそうそう、あ、よかった、面白い。じゃあまた台湾のジョークを募集してるので、ぜひコメントしてください。そしてね、私のチャンネル Facebook フォローしてください。 Twitter と Instagram やってます、よろしくお願いします。はい、また次回、バイバイ。